こんにちは、グレースライトバスケ留学のグレースです。現在ダラスプロアマサマーリーグに参加中の社会人女子まどかちゃんとグレースライト家3兄弟がコーチジェイソンのグループワークアウトに参加した時の様子をお届けします。コーチジェイソンは巷で噂の NBA スキルコーチで、元 NBA サンアントニオスパーズのスキルデベロップメントコーチをされていた方です。独特のスキップステップを得意としていて、タイミングを外すオフェンス技を中心にこの日はグループワークアウトが行われました。前回の動画ではまどかちゃんの個人ワークアウトの様子をお届けしたのですが、1対1のワークアウトと違い、大勢のアメリカ人向けなので説明がわからなくても止まってくれないところがハードルが高いかなと思われますが、この日は長男と次男も参加していたので2人が通訳を担当してくれました。少し長い動画になりますが、皆様にとっても参考になるステップが出てくると思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。ではワークアウトの様子をご覧ください。次の練習はヘジーショットフェイク。ポイントはしっかり顔を上げてゴールを見ることです。まどかちゃん、コーチジェイソンに個人指導を受けていますね。ここではボールを持つ手はボールのサイドではなく上に来るように言われています。次男が先ほどの内容を通訳中です。続いてはチェンジディレクション。攻撃の途中で方向転換していきます。方向転換する際は一度胸を張りましょう。
次も方向変換の一種ですが、方向変換後にスピードアップ、緩急をつける練習です。次はホップシュート。一度ホップしてからのチェンジディレクション。みんな大好きスピンムーブ、これ決まるとかっこいいですよね。次は体をゴールには向けず45度の方向を向いてからのチェンジディレクション。
こちらは一旦重心を前に倒してからジャンプバック、そしてチェンジディレクション。これ試合中に使いこなすまでに相当の練習が必要そうですね。ディフェンダーと一緒に練習する際は体を当てる、特に肘を当てるような感覚で練習すると効果が出やすいそうです。次はチェンジディレクションの際にレッグスルーを入れていきましょう。次は一旦重心を前に倒してからステップバック、そしてサイドステップです。こちらは
一瞬体を大きく開くことによりディフェンダーの動きを止める。そこから次の攻撃を仕掛けていきます。スピードだけでなく、高さも変えることが重要だと言われています。そう、細かくスキルをこうやったことがなかったからすごい勉強になりました。なんとなくね、やってたことがこうやってやっぱスキルでちゃんとやってるからすごいめっちゃいいと思います。ここからはお楽しみ、三男とまどかちゃんの1対1、2対2、3対3をご覧ください。
楽しかった。楽しかった。そうですね、半分くらい最後何かわかんないでもすごいいい時間でした。よかった、ありがとうございます。